創業明治36年、初代店主が江戸で学んだうなぎの技術を甲府に持ち帰って始めたお店だそうな。甲府駅から徒歩でも来れないことはないが、車がおすすめかもしれない。お店の目の前の道を挟んだところに駐車場があるが、これが意外と分かりにくい。店内は2階もあるほど広い。カウンターにテーブル席、そして小上がりがある。芸能人の方々もたくさん来ているようだ。広々とした空間がとても居心地がいい。これはカウンターも小上がりもテーブル席も同様である。さてメニューであるが、当期は限定で柳川鍋に柳川ご飯がある。うなぎはかば焼きに白焼き、そしてうな重がある。波と上の違いはうなぎの量だそうな。いつも通り白焼きからいただいてみる。うん、しっかり焼けた感じがとてもいい。そしてふっくらとした感じも見るからにいい。思ったよりふっくらと蒸されているわけではないが、味はなかなかいい。ここのうなぎ、昔から焼津のものにこだわっているそうな。さてお待ちかねのうな重である。こちらは上になる。タレの色と焼き加減、なかなか絶妙に見える。お吸い物は肝吸いではない。簡単ではあるが、野菜サラダと漬物が箸休めとしてついてくる。さて山椒をたっぷりかけていただくことにしよう。箸を入れてみると思ったよりふわっとしているわけではない。口に入れてみるとまず思ったほどタレに甘さがない。そしてパリッと焼けているが、その先に来るふわもあまりない。言うなれば大人の関東風うなぎといった感じだろうか。これはこれでうまい。うなぎ一本のメニューにこだわり、そして大人の焼き方にこだわる。いいじゃないですか。